どうも。自分がドリブルしてる時にサイドバックの先輩がオーバーラップしてったら気まずくて出す必要なくてもボール出しちゃいそう。でおなじみレオソフトボールでーす。そう考えるとね、若手でバルセロナでね、ウィングとして出てきた時のメッシってザンブロッタがサイドバックガンガン上がってっても使わなかったの相当メンタル強いですけどね。レスタープレミアリーグ優勝おめでとう。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 というわけでおめでとうございます。レッサーしてくせおめでとうございます。盛り上がっちゃいましたけどね。なんと、夜中に僕が寝てる間に、トッテナムがチェルシーと引き分けたことによって、レスターシティの優勝が決まりました。まあ何はともあれね、決まり方はその、なんですか、地味でしたけども、それまでのね、もう積み重ね、やっぱりね、全部で3敗ですからね、それだけ着実に勝ち点を積み上げましたしね、オールドトラフォードでユナイテッドと戦って、ね、エースがいない状態で1-1になるチームですから、これはもう奇跡と、ね、始まった当初から見てたら思われますけども、今シーズンの戦い見てたら必然の、優勝だと思います。本当、おめでとうございます。レスターシティと、レスターシティのファンの皆さん。というわけでですね、レスターの優勝がどのぐらいすごいことなのかっていうのをですね、このトークザフットボールでサッカーを見て、普段見ていない方にもわかるように、説明するのにいい画像がこちらです。はい。これがですね、レスターの優勝よりも倍率が低いオッズというわけでですね、まあ、メディアでも取り上げられているのを重複しちゃったら申し訳ないですけど、今年ネッシーが見つかるとか、オバマ大統領が決命着理は嘘だったと明かすとか、ウィリアム王子に今年三つ子が生まれた、エルビス・プレスリーが元気に生きている、ローマ法王がレンジャーズでプレイする、これよりもレスターの優勝っていうのは倍率が高い、つまりこれよりも可能性が低いことだと思われてたわけですね。もうローマ法王がレンジャーズでプレイするが4000倍っていうのは、もうね、ローマ法王めちゃくちゃ若い人になってっていうのはあるかもしれないですけども、それだけもう不可能と言われてたことなんですね。もうネッシーが500倍ちょっと高すぎんじゃないかってそうなると思ってきますけどね、倍率設定がおかしいって話はまあ置いときまして、そのぐらいすごいことして、あとこちらの画像、これなんかちょっと感動しましたね。これあのゴールキーパーのカスパーシュマイケルの、子供の頃ですね。これがピーター・シュマイケルっていうユナイテッドで一時代を築いた、伝説と言われてるゴールキーパーなんですけど、そのお父さんがですね、プレミアのトロフィーを、取った時にですね、自分が一緒に、掴んでる写真なんですけれども、そのカスパー・シュマイケルが、これが今度は自分の手で、しかもですね、こうなんすか、降格候補なんて言われてたチームでですね、本当にチームを何度も救って手に入れたということで、なんかこう時代と、努力というかいろんな物語を感じさせる写真だなっていうふうに思ったんで皆さんに紹介してみました。というわけで、僕が興奮してるだけでもしょうがないんで、レスターの優勝の理由っていうのをですね、僕なりに考えてみましたんで、それを皆さんに発表したいかなっていうふうに思います。まず一つ目はですね、監督クラウディオ・ラニエリ監督の、戦術浸透力とマネジメント術ですね。まああのメディア対応とかの良さだったりとか、非常に愛されるキャラクターだなっていうふうに、思われてますけど、ただ愛されるおじいちゃんじゃなくてですね、非常にあの徹底した戦術を指導したなっていうふうに思いまして、それがやっぱりあの守備組織の、徹底ですね、例えば今チャンピオンズリーグで生き残ってるアトリチコマドリードだったり、バイエルンミュンヘンを苦しめて、セリエ A ではもうね優勝を決めたユベントスなんかもそうですけど、組織的な守備、ゾーンプレスの組織的な守備をですね、敷いて、それをですねちゃんとチーム全体がですね、機能するように、なっているっていう、そういうところがですねラニエリの、レスターを強くした戦術だと思います。やっぱりですね、シーズンの序盤のように点の取り合いになって勝つチーム、だと面白いんですけど、やっぱり上昇軍団にはなれないんですね。周りのチームが強くなればなるほど 1失点が命取りになるような、世界でして、やっぱワールドカップで日本代表が、敗れた理由もそんなところあるみたいな話を前しましたけど、なんでですね、レスターラニエリ監督が就任してより守備面での、強化を図りました。そういうところですね、先日の試合で左サイドウィングっていうかハーフでスタメンを張りました、シュラップ選手、彼はですねサイドバックでした。左のサイドバックで、右のサイドバックには冬に放出されたデラートっていう選手がやってましたね。この両サイドバックの時は非常に守備が不安定でして、ポジショニングだったりオーバーラップの判断ミスだったりとか、そういうところで、両サイドが疲れて失点するっていうパターンが多くて、そこでですね右サイドバックにはシンプソン、左サイドバックにフクスが、起用されて、守備が安定して、なおかつ、両サイドの、マレズとか、オルブライ
ライトンとかがちゃんと守備にも戻ることによってちゃんと、4-4-2 でサイドをきちんとカバーするっていうので相手の、サイドバックだったりとかサイドハーフが、簡単な状態でクロス上げられない、また上げられたとしても、真ん中でフートだったりとか、モーガン、そういう高さに強いセンターバックがちゃんと対応しているということで、またですねその戦術を、機能させるためにはですねサイドからの、守備が良くてもやっぱ真ん中こじ開けられたら意味ないですよね。そういうところでやっぱりあのドリンクウォーターとカンテっていう運動量とですね、パス精度、そして、なんすかカバーリングだったりとか対人での守備なんとかって非常にですねチームの屋台骨を支える、2選手が非常に、攻撃面でも守備面でも活躍したことが大きな理由だと思います。モーガンだったりフートだったりとかやっぱりですねドリブルでの対応だったりとか、地上戦にはそんなに強くないですね。そういう地上戦の、弱さを補ってなおかつあのセンターバック前のスペースを空けないように、できたのが、この 4-4-2 のシステムで大事なドリンクウォーターとカンテの動きだったなというふうに思いますね。そして、その守備をきちんとさせるのにですねバーディーマレズというこういう、ボールを持った時にすごい選手たちがいるんですけれども、この選手たちにも守備を徹底させれたのがラニエリの凄さだと思います。まあもともとハングリーな選手たちでアマチュアでやってたバーディーだったり、フランスの2部かな、まあすごい安いお金取ってきたマレズですよね。そういう選手のこういうハングリー精神とラニエリの戦術、何をしてもいい、攻撃の時には自由にしていいけど守備だけはきちんとするっていう、そういう約束事をこの2選手に徹底させたっていうのは大きいと思います。そして岡崎の存在ですね。これがですねやっぱ日本だと岡崎をちょっと、持ち上げるような報道に、なりがちっていうか、そういう風に感じるかと思うんですけれども、この岡崎っていう選手はですね、ディフェンスの時はあのセカンドトップといいますか、その中盤の守備を助けたりサイドバックの方にですねサイドの方に相手の守備を追い込んだ時にどうしてもボランチがですねカバーしきれなかったりとか、寄ってこれなくてですね真ん中にボールを持たされて、簡単にパス回しされないようにですね岡崎が、中盤ミッドフィルダーがですねカバーしきれないスペースを戻ってカバーして、得点なんかは少ないんですけれども、そういう風に、1-0 だったりとか、2-0 だったりとか、そういう極力ロースコアで勝つゲームが、増えているレスターシティにとって岡崎のそういうですね、気の利いた守備っていうのは、後ろの選手たちを非常に助けてたと思います。それとこのゴールキーパーのカスパーシュマイケルは忘れちゃいけないですね。当然、素晴らしいセーブで何度もチームを救ってきたんですけど、他の、スポーツ、確か、アメリカンフットボールだったと思うんですけど、そこからですねあのボール、の投げ方、どういう投げ方が、ボールの飛距離スピードを出すのかとか、そういう他のスポーツからですね、自分のスローイングに取り入れて、カスパーシュマイケルのスローイング見ていただいて分かるんですけど、ものすごく速い球を遠くまで飛ばすんですね。で、キック、ゴールキーパーからのパントキックとかも非常に精度が高くて、その2つの武器がですねただ、止めるだけのキーパーじゃなくてカウンターの起点としてすごい機能してるんですよ。それなんでね、カスパーシュマイケルっていうゴールキーパーの存在はやっぱりカウンターを使う、レスターシティのような、チームにとってやっぱり非常に、大きな、攻撃面でも武器になってたというふうに思います。まあ、こういうふうにですね、大崩れしない組織を作ったっていうのはやっぱり、弱いチームが強いあの上昇軍団になる上で非常に、必要なことでして、リーガエスパニョーラのアトリシコマドリードだったりこのイングランドのプレミアリーグの、レスターシティっていうのはそこを徹底できたのが大きいことだと思います。あともう一つがですねやっぱ試合数ですよね。ヨーロッパのカップ戦、ヨーロッパリーグもチャンピオンズリーグもレスターは参加していませんね。去年は降格争いしてましたから。で、今年は FA カップも1月に敗退して、キャピタルワンカップっていうイングランドは2つカップ戦があるんですけど、この2つ、1月に敗退、10月に敗退っていう感じで、早めに敗退してるんですね。それによって、試合数の増加を抑えられたっていうのがありまして、 FA カップってこう延長の場合再試合になって非常に疲れがたまりますから、そういう風にコンペティションが、少なかったことによって週1回の試合をですね、ベストなメンバーで臨めたっていうのが大きいと思います。で、怪我も本当に、抑えられましたし、なんで、次の試合ですね、試合優勝決まってなかったら、まあ、決まってでもそうなんですけど、ドリンクウォーターっていう中盤のさっき言った要の選手が出れないんですよね。そうなってくるとそこにキングっていう選手が、リーグの、リーグ戦の中盤で入ってたんですけど、その時にですね非常にレスターシティ勝ち点、落としてたわけなんですね。勝率が悪くなったわけなんですよ。そういうわけでですねやっぱりそこがですね試合数が多いと、ドリンクウォーターの怪我だったりとかカンテの怪我も、増えると思いますし、ローテーションしなきゃいけないんで戦力自体も落ちると思うんで、そういうところで、試合数の少なさが、コンディションの維持と、怪我の少なさにつながったかなっていうふうに、僕は思ってます。リバプールとか、アーセナルもそうですし、ユナイテッドとかチェルシーもみんな、怪我に苦しんでたんで、強豪はなんで、そういうところもですねレスターシティの方に追い風が吹いてたかなっていうふうに思いますね。まあ、当然バーディーマレズだったりとかの、個人技もそうですし、さっき言ったみたいに、チーム全体の守備もそうなんですけど、やっぱチーム自体の雰囲気の良さですよね。やっぱりファーガソン監督が言ってた
どんな戦術やどんな技術よりもロッカールームの空気っていうのが、強いチームには必要だっていうことを言ってましたんで、そういうところでレスターシティっていうのはいろんな状況が重なって優勝したんだなっていうふうに僕は思いました。まあもしかしたらね、この中で語り忘れてることもありますし、あと来シーズンどうなりますかとかいう質問も、皆さんにいただいてて、それも答えたかったりするんですけど、今日ぐらいはね、レスターは来シーズンすごい頑張らなきゃいけなくなりますんで、なんで本当にレスターおめでとうございますということで、というわけで今日はですね、バイエルン対アトリチコマドリードのセカンドレグがあるんですね。こちらの質問、読んでみましょう。マリオバロテリさんから、バイエルン対アトリチコのセカンドレグではペッパー褒め自体変えてくるでしょうかというわけでですね、フォーメーション自体は、変えてこないと思うんですけれども、鉄板のメンバーでは望むと思います。まず一つがミラーを外したことによる、批判が大きいですよね。そして、ガルディオラ自体も、その、なんですか、選択をちょっと、ミスだったっていうようなことを匂わせるような発言をしていますし、またですね、アトリチコは1対0で、ホームで勝ってますんで、アウェイで1点取れば 2-0 になって、バイエルンミュンヘンの方はアウェイゴールを考えて3点取んなきゃいけなくなります。つまりですね、アトリチコマドリードは、きちんと守って失点を許さずカウンターを狙う形を取ってくると思うんですね。そうなってきますと、やっぱりですね、アトリチコが守備に重点を置いて前からガンガン、プレスをかけてくるのは最初の方の時間帯だけだろうってあったとしても、もしかしたら、前からガンガンプレスかけることは抑えて、中盤のある位置をですね、まあ、サイドバックと、サイドハーフと、囲い込めるところだったりをボールを取りどころにして中盤は、極力自由なスペースを、作らせないようなラインを下げすぎず、ミッドフィルダーとディフェンスラインの間のスペースは絶対使わせないような戦術を取ってくると思うんで、バイエルンミュンヘンの方の、取る戦術はですね、カウンターを警戒した、人選とプラス、得点を、決めれる一番いいメンバーを選ぶっていうことで、まずボアティングの復帰は大きいですよね。アトリチコはゴディンが復帰しますし、バイエルンミュンヘンはボアティングが復帰して、もうなんですか、ベストな、陣容に近い形で、まあバイエルンに6ペアいないですけど望めると思います。そういう中でですね、やっぱボアティングの復帰が大きいのは、カウンターでのドリブル突破だったりとか早い攻撃の対応がですね、アラバだったりベルナトだったりとか、その辺だと不安なのがボアティングだと、まあ怪我明けてちょっと不安な部分もありますけど、だいぶ解消されるっていうのと、あとパス回しもディフェンスラインで、うまくなりますよね。ボアティングと、ハビマルティネスがいるディフェンスラインの両サイドがラームだアラバだったら、前線から激しいプレスをかけられても、いつもよりも安定して、パスを回せるっていうことがありますし、アラバを左サイドバックに使えることによってベルナトよりもポジショニングがいいんでどんどんパスが回ると思います。なんでその4人がですね、後ろで回せるんで、ボランチの位置にも、シャビアロンソよりも機動力で前に出てってですね、攻撃で、なんですか、ペナルティエリア内でヘディングだったりとかミドルシュートだったりとかを、外から打てる、ビダルを使えるということで、この布陣でですね、どれだけアトリチコの守備網にかかんないようにサイドにどんどん振っていけるかっていう、前半で得点が入んなくても焦らずに、サイドにボールを振り続けてアトリチコが足を止まったところで2点決めれればバイエルンミュンヘンが勝ち抜け、もしくは 3-1 っていう形ですね。僕は 2-0 か 3-1 で、バイエルンミュンヘンが勝ち抜けるというふうに思っています。とにかく、バイエルンミュンヘンは焦らず、ミスをしないようにボールをどんどんサイドに回して、アトリチコの足が止まってきたところで、なんすか、中の攻撃と絡めつつ、ミラーだったりレバンドスキーのそこの、マークを外れたところで得点を決めれるかどうか、そこが大きいと思います。とにかく、アトリチコの守備網に引っかかって高速カウンターを食らわないように、バイエルンミュンヘンが、ミスなくボールを支配し続けて、アトリチコの足を止めることが重要だというふうに、思います。本当は皆さんね、いっぱいコメントいただいてるんでいっぱい読みたいんですけれども、どうしてもね、この大きい話題2つあると読みにくいんで、今度ね、前回の動画で、皆さんも、なんですか、面白いって言ってくれたソラくんがいますんで、ソラくん呼んでですね、なんかどっか借りて皆さんのコメントを答える、動画みたいなのを撮ってですね、このヨーロッパサッカーミーティングとは、別にちょっと一挙にアップしたいかなというふうに思います。というわけで、レオザフットボールのヨーロッパサッカーミーティング、あ、ミスった、レオザフットボールの、トークザフットボールでした。またね。